はい、どうもこんにちは、こんばんは。今回はですね、デッキ紹介やっていきます。今回紹介するのが、12級の12級 X レアの輝きの、メインデッキと、強化カード20枚、まあ、合計60枚あるんですけど、あのメインデッキを強化カードのみで、改造してみました。で、まあ、そのデッキを紹介していきますね。で、強化カード以外の、構築というか強化案っていうのはまた別の動画で、で今回はその強化カードのみの強化を、紹介していきたいと思います。で、今回ね、このデッキ作るにあたっての、コンセプトが12級ここにあるんですけど、まあ、全部1枚ずつ入れて、ゾディアックで出そうっていう構築ですね。はい、まあ、普通にこう安定性というかそっちを求めるなら、まあ、12級全部入れなくていいんですよ。ドラゴニックタウラスを3枚入れて、まあ、他のこのリブラとかね、こういうのを抜けば、ね、こういうこっち側に寄せていけばもっといいのができるかもしれないんですけど、今回のコンセプトは12球全部使うっていうことでの、構築です。はい、でアルティメットが6枚、これ変わってませんね。ゾディアックアポロ、ゾディアックが、アルティメットゾディアックが2枚で、トレミーが2枚で、バイヤーが2枚ですね。でバイヤーが本当は3枚とか欲しいんですけど、はい、ここ入れるならまあね、一つのデッキの構築ということで、今回2枚だけ。そして12級が、スピリットが12級が、1枚ずつで12枚。と、ランデラビットが2枚と、エルダヌスドラゴンが2枚。で、タマムッシュ1枚に、ワイバンベラが3枚、ピクシスリザードが3枚です。で、ここ変更点が、ドラゴンと、ランデラビット1枚ずつ抜いて、タマムッシュ1枚追加してます。そしてブレイブが、ゾディアック、ソード、はい、ゾディアックソードが2枚と、ペンドラが1枚ですね。でここに入ってたあの青いやつ抜いて、ゾディアックソードと、ペンドラを強化カードから入れてます。そしてマジックが双翼2枚に、ネオダブが2枚、そしてゾディアックコンダクトが1枚と絶好が3枚です。はい、ここですね、マジックの変更点がネオダブ2枚と、ゾディアックコンダクトを追加ですね。何でしたっけ、スターリードロー、あれ抜いてます。はい、今回の場合はスターリードロー抜いてます。はい、で作る時に、まあ、さっき言ってたこのアルティメットゾディアックから、まあ、出したいってことで、ね、スターリードローだと、まあ、12級は手札に来るんですけど、アルティメットゾディアックが落ちちゃうんで、はい、ここのアルティメット関連が落ちてしまうんで、ネオダブルドローですね。もしかしたらあっちの方が3枚ドローできて、まあ、コストも低いしっていうのがあるんですけど、今回はネオダブルドローにしてます。そしてゾディアックコンダクト入れてるのは、まあ僕のこの夢枠というか、何かしらこれが使えればいいかなっていう感じのやつですね。本当はここは爆裂十文人とかのがいいかもしれませんです。はい、でスピリット枠なんですけど、ダンデラビット1枚タマムッシュですね。はい、1コアブースト、能力的にはあまり変わらなくて、まあ、2コア目をレベル2で出すか、もう1人聖魂がいれば増やしますよっていうのがあるんですけど、聖魂はこの下のやつですね。はい、やるんですけど、まあ、タマムッシュはね、自分一人で2コアブーストできる可能性があるんで、っていうことで今回はタマムッシュをしてます。で、エリダヌスドラゴンは1枚減らしました。レベル2の時に、行動を持つスピリットカード、いわゆる12級 X が軽減を満たせたものとして召喚できるんですけど、今回のコンセプトが、ゾディアック、アルティメットゾディアックからデッキをめくって、ノーコストで召喚するよっていうやつなんで、はい、まあ、エリダヌス1枚抜きましたね。本当はここ1枚入れたいんですけど、枠がないっていう感じになってます。はい、で12球、全部1枚ずつ入ってるんで若干喧嘩しがちなんですけど、はい、本当はねこういうリブラとか中途半端なデッキ破壊とか抜いちゃえばいいんですけど、はい、今回は、12球全部使うっていうことで1枚ずつ。そしてブレイブが、はい、足りなかったんで、12球どれも1万ぐらいですよね。パワーはレベル3になって1万ぐらいで、さらにレオとか、サジットアポロが、ブレイブしないといけないっていうね、ブレイブ合体実効果を持ってるんで、1枚だけじゃブレイブね、心もとないんで、ゾディアックソード2枚とペンドラ1枚ですね。ペンドラは序盤のドローカードと、ゾディアックソードこれすごい強いんで、今回2枚にさせてます。前ちょっとデッキに入れて使ってたんですけど、バースト破壊して2コアブーストっていうのがね、これあるだけで相手がこれ、ゾディアックソード相手が割れない限り、今バーストを安心して伏せれないっていうね、状況になってくると思うんで、まあシンボルないのが若干きつい面もあるんですけど、ゾディアックソード2枚入れてますよということです。はい、じゃあ今回は12級 X を12級デッキを、強化カードで強化したデッキの紹介でした。